なんか理由があったんでしょうか。いや、俺は評論家時代、12球団全部5年間キャンプは見に行ったよ。見に行ったけども、あれは見に行ったっていうよりも挨拶に行ってるようなもんであってね、1日2日野球見たってそんなものわかるわけないし、で今は経費の問題あって早々12球団回してくれるっていうシステムじゃなくなってるはずなんでね、関東だったらジャイアンツを中心に、関西だったら阪神中心に、まあ、九州は九州、北海道は北海道っていう分けられてるような状況なんで、見てないものどうやって順位予想するの。だからそれを絶対しないよっていうことは、キャンプオープン戦まで全部12試合12球団均等にずっと見て回ってたっていうんだったら、ある程度のことは見えてくるものあるけども、1日2日いて何が分かるのっていう、だから順位予想は失礼に当たるっていうことで一切しなかった。